今回は交際が報じられたミ岸ギシ南さんと東海オンエア鉄也さんの愛称を鑑定しています。愛称診断の画面からまず鉄也さんを呼び出します。次にミネギシさんを呼び出します。 二人の診断を実行ボタンをタップします二人はお互いの知識が方号解局していますので非常に仲の良い間柄ですお互いの看護も一つありますので仲が良いです十二運は太陽と同じものを持っていますのでお互い価値観が一致しやすいです哲也さんの長考医様人かのえが 黄色でマークされていますが、峰岸さんの名にはカノエはありません。これは、二人の父子が開局している場合、この場合は法合開局ですが、徹也さんのカノエが峰岸さんにも存在するのと同じと考えるためです。つまり、徹也さんの聴講養人カノエが峰岸さんの名にあるということで理解をします。 哲也さんは峰岸さんと一緒にいると自分の運気が上がるということになります。また、哲也さんの空房、羊が峰岸さんの日中にありますので、哲也さんは峰岸さんに対して少々苦手意識を持っているかもしれません。では、実際に結婚をして一緒に暮らす場合に重要な日種の対比を見ています。 日種の対比はお互い合罪で、一家の主人が二人いる感じで、お互いが自分のペースで振る舞います。相手のやり方が気に入らない、カチンときます。とあり、お互いが相手を束縛すると、破綻することになります。結婚のタイミングですが、峯岸さんの名式を確認すると、2022年が、 年運欠果運、危で、いろんなことにけじめがつく年です。結婚あるいは破局など結論が出るという暗示です。では、哲也さんはどうでしょうか哲也さんは2024年が危険になっています。これは同じように結婚あるいは破局と いう暗示のことになります。相性診断で仲が良い、価値観が一致などとあっても実際に結婚に至るかどうかはわかりませんし結婚のタイミングが合わなければどんな理想のカップルでも難しいと思います。結婚したカップルの3組に1組は離婚する。別の調査では高知県の離婚率はなんと46%と まさに半数が離婚をするという時代です。結婚をしてめでたしめでたしということはないと思います。今回はここまでです。